年を考えろ、年を。いいじゃない、マコくんまだまだ子供なんだし。そっちじゃねえよ。深海生物。何しに来たんですか。マコくんと最近すれ違い気味だから、ちょっとお話でもしようとね。一回でも意思が噛み合ったことありましたっけ。ほら、そういう態度。マコくん釣れないもん。じゃあ聞きますけど。なになに、スリーサイズは内緒よ。エリオってどういう経緯で生まれたんですか。あのさ、マコくん。はい。私今ノーブラなのよ。そこからちゃんと話は広がるんだろうな。話せるようなことは何もないのよね。あれよ、ドリンクバーでいろいろ混ぜて遊んでたら妙に美味しい謎ジュースが完成しちゃったみたいな。あんた何やってんだよ。宇宙人にアブダクションされて授かった説も根強く子孫繁栄中。単に遊び人だっただけじゃねえか。オッケー、認めましょう。そしてあなたがお父さん。黙れ。あなた、こっち来て一緒に遊びましょう。ほら早く。うるさい、遊ぶったって何もありませんよ。マコくんがいるじゃない。ババ抜きでもしましょう。私スーパー強いわよ。本当に遊ぶのかよ。何かかけましょう。マコくんが勝ったらどんな願いでも叶えてあげるわ。ギャルのパンティーくれって言ったら。もうマコちゃんとらといと。ギャル言うてますがな。そんなの隣の部屋からいくらでも調達できるじゃない。変なマコくん。そうだそうだ、俺は変です。だから言わせてもらうが、あんたの脳みそは大変だ。はい、どうぞ。で、デロリアン。あんたの脊髄を黙らせろ。そっちが勝ったら何を要求する気ですか。そうね、じゃあ今の女と別れなさい。俺の力を超える願いは叶えられないんだよ。いやー、メメタンの勝ち。13連敗ってなんだ。私の持ってきたトランプを認めたこと、それとカードを切って配るのを私に任せたこと、この2つが敗因ね。イカ様じゃん。さてと、ここここお話ししよ。で、話って。エリオが綺麗だからって構ってるなら諦めなさい。ん、マコくん。いや、いきなり抱きつかれたので。ああ、心臓ドキってるわね。もう一度言うわね。エリオが綺麗だから構ってるなら諦めなさい。興味本位でこれ以上近づくのはやめた方がいいから。それ言いに来たんですか。うん、そう。もう放っておきなさいとご忠告。そういうわけにも。なんで、他に気になる子とかいるでしょ。それともやっぱりエリオ一筋。好きとかそういうのはないですよ。じゃあなんで一緒に行動してるの。興味があったから。他にも成り行きとか。極力一人でいたいんだから、それを尊重してあげればいいのよ。だからメメさんも極力無視してると。そう。でもエリオのこと可愛がってはいるでしょ。あのボールチェア何十万とかするのに。物を与えるだけじゃダメなのよ、親として。おばさんは結構いい親だと思いますけど。産む前から育てる覚悟と準備をしてないといい母親じゃないのよ、その時点で。正直ね、いつ身ごもったか覚えてないの。妊娠してた時期の記憶も曖昧っていうか、気づいたらあの子がうちにいたような、そんな気さえする。なんでエリオのことを親戚中に隠してたんですか。あの子が陰口叩かれるの嫌だったのよ。出どころのわからない子だってね。へえ。話がそれちゃったけど、マコくんがね、エリオの苦労とか背負い込む必要は全くないの。私の話納得できた。後でゆっくり考えてみます。え、うん、一緒に寝ましょう。いい加減寝なさい、何時だと思ってるわ。マコくんが寂しいかなと思って。いや、寂しいのはそっちの方では。そうかもね。そこまで。化粧してないからそんなに匂い残らないと思うわ。
頭がたこ焼きになるわよ。ワープ、足音どこに捨てやがった。エリオの部屋に隠れて、もとい寝顔を見に行ってたの。そしたらマコくんが、ギャーギャー。自殺者の思い出がまた一つできた。ついでに弱みも力強く握られた。